どうも、こんばんは、NMです。今回は東京グールリインボーク占領戦でたまったチケットの方を紹介していきたいと、思います。まあ、いつも配信でやってるんですけど、最近イラストコーナー立ち上げたんで、まあ、そっちの方もね、どんどんイラストの方を紹介していきたいので、まあ、今回動画という形でね出させていただこうかなと。嬉しいことにですね、イラストコーナーかなりイラストの方を送っていただいて、まあ結構溜まってるんでね、最近送ってくれた方、まあちょっと先になるかなとは思うんですけど、まあ、最長で1ヶ月ぐらいかな、先になっちゃうぐらいは、送られてきてるんで、まあ、順次ね、紹介していって、しばし待たれよということですね。10連の方行きましょう。 SSR 確定チケットは、まあ、例のごとく最後に回してね、まあ、今回こそはハイセの熟練度を上げたい。そして最高 OK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  あ、ボックス開けてくんの忘れたから、ちょっと途中で一回調整が入るかもしれん。なるほどね。まあまあまあ無料だからね。オッケー。え、これ SSR だよね。なんだっけ、何落としたのかな。あ、そう、オロチよ。なんか最近何かと出てきてくれるオロチさんなんだけど、もうあいつ熟練度が 60% なんで、あと1個上げるとね、スキル自体はレベル5になるんですよね。だからまあ 100% にしてね、使ってみたいって思うんだけど。あ、ヨモさんね、これ潜入のヨモさんですね。まあ、派遣キャラもなんか俺ノロがめちゃくちゃ出るんだよ。だからノロがね、もう熟練度もうすぐ 100% になりそうなんで、ちょっと調整しますか。そう、ノロがもうちょっと熟練度 100% になるから、まあ、今回で引いておきたいな。まあ、ほんと促進剤、まあ、多分ね余ってるって人もいると思うんだよな。なんか使ってないキャラに促進剤を使うのもなーって思ってる人とか、多分促進剤ちょっとね余ってる人もいると思う、多少なりと。まあ、そういう時に派遣キャラですよ。派遣キャラ最近なんか派遣キャラのありがたみをすごい分かるようになってきたっていうかさ、占領戦の時すげえ活躍すんじゃん。おいいね、最高。熟練度が60かな。いいね、毎回動画で活躍してくれてるからいいぞ。このまま行こうぜ。まあ俺も占領戦で取れる派遣キャラ、いつも 100% にならないんだよね。 80% 止まりだから、まあ、そこら辺にちょいちょい促進剤割いていこうかなと思いつつ、でもやっぱりね、季節もの、ハロウィンとかもそうなんだけど、あそこら辺のね、派遣キャラもまあ、捨てがたいよね。でもそうなってくるとガチャで引いた方が得じゃねって思うんだけど、わざわざ促進剤混ぜるよりか。おっ、いいね、ハイセー欲しいキャラが来てくれる。めっちゃ嬉しいんやが。まあ、その占領戦の、このチケットガシャがあるおかげで結構 RC ポイントってたまるよね。月に20個くれる促進剤なんだけど、 SSR で換算すると20体って、まあ、解説動画で言ったんだけどさ、まあでもね、月に2回ぐらい大体開催されるこの占領戦で、まあまあ稼げるから、うーんって感じ。まあ、いけないこともないのかなみたいな。どうなんだろうね。ちょっと調整しますか。よし、じゃあ派遣の方を引いていきますか。まあやるたびにね、この派遣なんだ、占領戦、まあ、最低でも占領戦で手に入るじゃん、 SSR の派遣キャラなり、まあ、頑張ればご突できる。俺いつも頑張らないせいで
80% 止まりなんだけど、時間的にきついよな。いつもね、到達報酬ポイントを回収するので、まあ、精一杯なんだけど。お、ハイセイ、いいね。まあ、2週間で2000万ポイントは結構あれだよね、良心設定だったよね。やれば占領戦を超えれば超えるほど、なんかなんだ、次の占領戦が楽になる イメージじゃん。それまでにさ、派遣キャラとか揃うし、超えた占領戦の数だけ。お、笹子、よく出るな笹子。だから敗勢めっちゃ出るな今日、配線系列。よし、じゃあ SSR の、あれ SSR あった、 SSR の派遣から引いていこうか。何持ってないんだったかな。ロマだっけ、俺ロマ持ってないんだっけ。お、配線、また配線、今日4体目だぞ配線。配線系列今日4体目なんだが、まあ、解説動画でも言ったんだけど、俺初心者のこう目線になんなきゃわかんねえからアカウント作ったって言ったじゃん。あれさ、時々やってるんだけど、あ、何がきついって俺分かったわ、派遣がきつすぎる。派遣成功しなくてちょっとイラッとするし、金は足んねえしってなるとさ、早急に派遣キャラを揃える必要あるのかなって思っちゃった。派遣キャラ揃えねえとポイント効率もちょっとなんか悪いよ本当に。気づくことってあるな、あのアカウント作って。さあキャラの方、ハイセかサイコ、まあ一番の狙いはそいつらかな。次にオロチぐらいかな、頼むぜ。おっと、ハイセかサイコか。はい、いやあきら、はい、はい、いやあきら。余談なんですけど、明日京都に行くんだよね。だからなんか京都の京都駅でな、これ絶対買った方がいいですよみたいな。でまさかの初めて買い、初めてなの、嘘。初めてなんだ。京都駅でこれ絶対買った方がいいですよっていうお土産、ちょ、和菓子苦手なんですけど。ちょ、あったら教えてください。さあ捜査官、うん、なるほど、篠原ね。最近黒岩に好かれてたから、また黒岩出てくるのかなと思ったけど、篠原でしたね。さあグールか、オロチ、オロチかな。うん、タタラ、タタラも、まあ、何枚か出てるけどね。まあ検索が今、どこだっけ、今フェスでウリエンとこ来てるから、ウリエンとこ来てるか、次サイコでムツキ、オークションだよね。でまあ俺フレームアウトした、フレームアウトじゃねえわ、なんだっけあれ、ちょ記憶が曖昧な、おい。最高、ラスト、ラストは、まあ、もちろんハイセが出てくれると、まあ、信じてますよ。まあね、各ジャーのタタラが出るのは、まあ、まだまだ先かなと思うんだけど、まあ、そろそろ2周年も見えてきたよね。まあ、あと4ヶ月、3ヶ月 ?4 ヶ月ぐらいか。おお、
なるほど。あと 3,4 ヶ月で確か3月末だったよね、あれ頭だったかな、3月頭か、3月中旬ぐらいかな、あ2周年だと思うんで、まあ、そこでね、まあ、俺の予想だけど、まあ、そこでみんななんて呼んでるんだろう、あの古田線の金木キーンのやつわかるかな、この変な表現でキーンの金木が、まあ、2周年で来るんじゃないかなと思ってたり思ってなかったり、早いかな、まあ俺誕生日では来ないと思ってるんで、まあね、楽しみに2周年を、迎えられるよう祈っておきましょう。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストを届いております。どうぞ。